本質的にアンチ BEV 派である豊田章男が本気で開発したと豪語した BZ4X をベースに開発されたレクサス RZ450E については2022年8月にプロトタイプが展示されていましたが、このほど3月30日に正式発売が開始され、ミッドランドスクエアに展示されていたので、早速見に行ってきたよ。レクサスゾーンの入り口に近い方に展示されていたよ。レクサス RZ450E バージョン L の基本スペックです。レクサスが従来用いてきたスピントルグリルを進化させたスピントルボディを採用しており、開口部はほとんどありません。L 字型デイタイムランニングライトと AHS 機能がついた単眼倍ビーム LED ヘッドランプユニットになっています。50mm のホイールベースは同一、搭載する駆動用リチウムイオン電池の容量も同じであることから、骨格部分が共有しているのは明白でしょう。
株にはカーテンシーランプもついています。RX などと同様の14インチセンターディスプレイと球体、依然とした8インチメーターガンバランスですね。なかった
ついています。可動式のリアシートは一段だけリクライニングします。足入れ性はまあまあですが、モデル Y に比してはるか髪を取ります。乗降機能付きパノラマルーフはオプションのようです。フロアマットで分かりにくいですが、センタートンネルの出っ張りがやはりあります。フラットではない。シーター式が2個、 AC100V、 アクセサリーコンセントと HDMI 端子があります。またリアシートヒータースイッチがありますが、三ゾーンエアコンではありません。アームレストはごく普通です。リアゲートは当然パワーゲートです。多分積載量は増加し、サブトランクも大きくなっています。ここにもお約束の AC100V ソケットがあります。
係員のお姉さんにボンネットを開けてもらいます。